酪農ゆかり社長からご挨拶をいただきます。我々株式会社ボーダー商事は、優雅な暮らしは隙間からをモットーに、減少症の皆様のより良い生活のため尽力していくことをここに決意するものであります。何でもやるわよボーダー商事、図書館道具屋には手入れ、修行の時間はおおむね夕方日が暮れてから、社員の式紙尻尾が可愛い、も頑張ってくれるわ、社員の式紙よく飛んでく式紙、こないだメイドに投げつけたら直撃してたわ、ビジネスはスピードだね、風力炉に注文してたナルトの納品遅いから、問い合わせてみたら全部食べちゃった、体に刻んであげるわ、派遣の庭師は僕のよく似合う庭師ね、でもお尻をちょろっと触ったくらいで刀を向いて怒るわ、ちょっと真面目すぎるわね、あれよ社員教育が行き届いてないせいよ、訴えられても知りませんよ、神社の巫女には業務提携を出す、そろそろきついわ、神社の巫女には M&A を出し中、今時神社も個性を出さなきゃ幻想郷でもやってられないわ、定時退社よ。